ハロー YouTube。 はい、NM です。お久しぶりですね。今日はですね、ついに、こちらの、見てくださいよ、めちゃかっこいいでしょ。はい、やっと発売されました東京グール RE の、ブルーレイボックスですね。まあ、今回もフラゲできたんで、紹介していくんですけども、めちゃくちゃかっこよくない？これね、パッケージすごい書き下ろしらしいんだけど、すごいかっこいいよね。うん、古田と金木最終決戦ですね。はい、ということでビニール剥がし終わりました。いつもビニール剥がすとこでぐだるんでねちょっとビニール剥がしファンの皆さんには申し訳ないんですけど、カットということで、はい、見てください、この書き下ろしのボックスのイラスト。やっぱ改めて見てもかっけえな、やっぱやっぱツイッターでお披露目された時マジかっけえと思って、こう手元にあるこの質感、このボックスの質感とこの実際に目で見るのとやっぱ違うな、全然。マジかっこいいわ。内容はですね、本編全12話、特典ブルーレイ3枚、再パッケージして、さらに新規特典 CD、も入っているようですね。最終章、東京グール、ブルーレイボックスということで、かっこいいですね。RE はやっぱちょっとおしゃれだね。この黄色の、なんて言うんだろう、帯。この黄色の帯、すごいあれですね。おしゃれチックにできてますね。まあ、東京グール、ちょっとピントが合ってないな。この東京グール RE って、その無印の頃と比べてさ、そのタイトルのフォントが変わったじゃないですか。なんだろう、あの無印の時はね、ちょっともうちょい殺伐としたこの赤とか青とかが使われてたタイトルの色にね。で、字のフォントっていうのも、まあ、明朝体チックなやつ、だったんですけど、この東京グール RE になってからは、あれですよね。ちょっとゴシックっていうか、まあ、ゴシックのフォントになったっていうかね。僕は RE の方のフォントの方が好きですね。うん、色使いっても黄色とかよく使う、アニメの方ですけど、黄色とかよく使って、すごく、ポップな感じっていう表現もちょっとおかしいのかな。僕ちょっとボキャ品なんで、あんまり、言い表せれないんですけど、はい。で、パッケージの裏はこんな感じですね。ファイナルシーズン13話から24話までの12話ですね。各シーンがこうやって、散りばめられて紹介されてます。かっこいい。うん、で、こちらがディスクが入ってるパッケージなんですけども、これも書き下ろしなのかな。これ見て、これこの古田と金木にまず目が行くんだけど、後ろにさ有馬とさ金木がいるんだけど、待って、このさ、見えるかな、この金木見える、このみんなの画面からは。じゃあピントが合わないか、近づきすぎると。まあいいや、ここでこの金木見える、このカグネ出してる金木、めっちゃかっこいいんやけど、このカグネ。なんかさ言っちゃ悪いけど、アニメの方ってさ、なんかその時々カニみたいになるじゃん、この VS ありません、カニみたいになるんですけど、いやいいね、このカグネがなんかバン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 動いてるとこちょっと見たかった感がありますね。で、裏側が、裏側こんな感じですよ。ヒデとカネキ。ちょっと待って、俺が見たよ、まず。まず俺に見させろ。ヒデとカネキ。これも書き下ろしだね。これも書き下ろし。そして、カネキ一家ですね。トウカちゃん、かわいい。トウカマジさ、RE になってからその可愛くなり方が異常なんだよ。無印の頃も可愛かったけどさ、ツンツンしてて可愛かったけど、RE になってからもう出れに出れても。ちょっとピントが、みんな見せたいんだけど、みんなにもうこれ、まあ、見てほしい、もう買ってくれ、みんな。これ買ってる人いるのかな、俺しかいないんじゃないかっていう心配になるんだけど。で、こっちですね、これが、特製の、はい、ブックレットですね。まあ毎度おなじみの、ブックレット、これあれだね、キービジュアルだね。ファイナルシーズン の、あのテレビアニメ始まるっていう、告知がされた時かな。初めて見たのが、なんだろう、PV の時だったのかな、カタルシスが流れながら、作られた、お前はグール捜査官だろう、滝沢、うるせえの、PV。俺、このモノマネめちゃ、このモノマネ好きなんだけど、モノマネっていうほどクオリティもないんだけどさ。で、これがあれですね。はい。ピクチャーレベル。すごいおしゃれですね、RE のディスクは、やっぱり。無印のね、頃のね、ブルーレイ、まあ、ここにあるんだけど、無印のね、ちょっと比較してみようか。これ無印、そう、これ、やっとね、揃ったんですよ、今日で。無印の頃のね、待って、天気の子が入ってるわ。ごめん。今多分、
俺 PS4 の中にブルーレイ入ってるんだろう、天気の子が入ってるけど、こんな感じで、なんかね、その、ワンシーンがこう、印刷されてるというか、これとかね、このディスクとか特に、あの、東京グル第1話の、うん、第1話の冒頭の東京の街がこうさ、ヘリからの眺めみたいな、バリ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 みたいな、あの、リゼとヤモリがさ、あの、あれもアニメオリジナルなんですけど、あの、水槽の前でこう話すみたいな。あそこのシーンの切り抜きというか、そこが、デザインされてるんですけど、まあ、やっぱ RE になってね、あの、ブルーレイは。ブルーレイ、RE のブルーレイはですね、こんな感じで、各シーンがこうフィルムチックにこう、縦にこうバーって印刷されて、はい、すごいおしゃれですよね。ポスターというか、宣伝ポスターチックな。うん、本当ボキャ品だな。言い表せれないわ。うん。大好きですね、こういうの。いや、マジこれいいわ。本当にこのイラスト、書き下ろしのイラスト。すごい良くない？いや、この金木よ。いや、アリマもそうだけど。アリマさんちょっと RE になってね、なんかちょっと、なんか美少年って言ったらちょっとあれだけど、美化されちゃったね、顔が。もっと無印の頃はなんかこう、ロボットみたいっていうか、なんかその感情がない、俺には感情がないみたいな、グールと喋るなみたいな顔してたんだけど、なんか R になってからガンガングールと喋ってそうな顔してますね。ちょっとブックレット中身見ていいですか。俺ね、多分、うん、まあ、見せれないんだけど、まあ無印の頃とか、まあ前、ね、東京グール R の、うん、ファーストシーズンかな、最初のシーズン、うん、前半戦の時の、うん、やつのブックレットも紹介したけど、まあ、やっぱりね、このキャラクターの紹介がバーって入ってるんですよね。見せれないけど、すごいいいよ、これ本当に。あのね、古田二村のデザインのページ今見てるんだけど、これ、すごくいいよ。あの、アニメの切り抜きじゃないんですよ、ここに描いてるイラストが。ちゃんと書き下ろされてるから。あの、アニメでは活躍が あまりできなかったさ。ユサくんとかさ。こうやって新たな書き下ろしイラストが見れるといいですよね。うん。皆さんぜひ買ってください。もしかしたら円盤が売れるとまたなんかこう進展があるかもしれないじゃないですか。っていう期待をしてるんですけど。なんか、俺はまあ、なんて言うんだろうな、そう貢献しようとか別にそういうことを考えてなくて、ただ純粋にその原作も、原作のファンですけど、やっぱりほら。東京グルっていうコンテンツが好きなんで、なんかこう家に今こう全部揃えましたけど、置いときたい。もう俺コレクター癖があるんですね、やっぱちょっと。うん。だからフィギュアとかも本当はお金がね、あったらもうガンガン集めたいんですけど、東京グルとかね、フェイトとかも好きなんで、フィギュア集めたいんですけど、高いじゃないですか、フィギュアって。ちょっと最後にこれ紹介っていうか、並べてみようか。おー、これは歴史ですよ、歴史。東京グールアニメの歴史ですよ。はい。見てください。ついに揃いました。東京グール。あ、RE は黄色なんだね。なんか、ちょっとピンクっぽい赤。うん、これちょっとピンクっぽいんですけど、映像で見ると赤に見えるかもしれないけど、ちょっとピンクっぽいんですよ。ピンクで、ルート A は水色。で、黄色と。ちょっとこっちの方が黄色濃いの？いや、黄色同じ黄色だね。うん。うん、まあ、多分みんなが思ってることを、まあ、代弁すると、この作画で RE が見たかったと思うんですよ、みんな。ただね、RE、この場面の切り抜きっていうか、確かに RE なんか動きがないな、みたいな、戦闘がパラパラ漫画だな、みたいなのは、多分一番多い意見だと思うんですけど、まあ、なんて言うんだろう。描かれ方というか、シーンでの描かれ方はすごい一枚一枚が綺麗なんですよ。ただ、動きがないのかなと僕も思いますね。うん。あと、まあ、RE に関しては、本当に、なんて言うんだろうね、全16巻あって、無印が全14巻あって、無印の内容と RE の内容って、RE が倍ぐらい内容詰め込まれてると思うんですよね、僕。無印の頃と比べて。だから、無印の頃と同じ話数で収めることは、まあ、まず不可能。だけど、まあ、一応それをやってるっていう。だから、ルシマ編とか大幅にカットしてるし、まあ、それでもやっぱり尺は足りてない。一番入れなきゃ、
いけなかったシーンを言わせてもらうと、あの僕は赤眼の王だっていうシーンは絶対入れなきゃいけなかったと僕は思うんですね。まあ僕が思うのとその制作陣が思うのとは、まあ、また多分アニメ作る側の方がすごい考えてると思うんだけど、僕は東京グール RE に関してはあのシーンがなかったらダメだったと俺は思ってるんですね。だから欲しいんですけど、まあなんだろうな、最近ちょっとアニメとかがこう再アニメ化されるみたいな流れになってるじゃないですか。もうシャーマンキングであったりだとか、あのドラクエの大の大冒険だったっけ、あれなんか昔アニメされたんだよね。え、されてなかったんだったっけ、わかんないけど、まあなんかその昔のアニメを再アニメ化、まあ10年前とか15年前のアニメを再アニメ化しようっていう、なんていうんだろう、流れみたいなのが最近ポツポツあって、まあ東京グールも期待ね、まあ10年後とか20年後とか期待できるのかもしれないけど、まあどうなんでしょうね。いかせん物語がすごい複雑で難しいし、映像化するってなったら、かなり難しいんじゃないかなと僕は思うんですけど、まあすごい人気な作品ですしね、原作もすごい、すごい本当に原作すごい人気なんですけど、まあなぜかちょっと原作外のその展開があまり、うまくいってないっていう、まあでもその分なんかこう原作の良さを、際立たせてるというか、そういったまあいい働きも皮肉みたいになっちゃうからあんまり言いたくないんだけど、まあ、原作の良さも際立ってるということで、アニメも良かったです。良かったところもいっぱいあるんですよ。いっぱいあります。はい。声優陣が本当に豪華で、豪華すぎて、声優陣本当に豪華なんですよ。もう改めて見ると、なんだこの化け物声優陣っていう、すごい方々がこう並んでるんですけど、まあ、そこら辺も楽しめるのがアニメということで、はい。僕、ようやく、あ、待って、あとピントとね、ジャックを揃えてないんですよ。そう。ピントとジャックを揃えないといけないんで、ま、その2つ買ったらまた紹介しましょうかね。はい。ということで、今回は、ついにテレビアニメ、一応ピントとジャック、OVA の方はですね、揃えてないんですけど、テレビアニメ、すべてのシーズン、揃いました。ということで、今回はその紹介でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。実況動画って言っちゃったの、俺、最近ゲームの実況やってなくて、自分がゲーム実況者っていうことを忘れてるんですけど、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。